どうもマルベリーです。パワープロ実況をやっていきましょう。さあということでね、本日は2016年、5月の2日ですか。はい、5月2日になりまして、パワープロ復帰といいますかね、最近実況するようになりまして、1週間ほどが経過して、おります。でね、その状況とあとはですね、ショップ柄メダル交換所、やっとですね、リーグレベルも4以上というか、リーグレベル4に、戻ってまいりました。で、ストアメダルがね、結構溜まってて、SR ガチャ券がまた引けるということなので、もうとにかく SR 欲しい欲しい欲しいって言ってね、SR 欲しい動画ばっかり上げてますが、また SR をね、引ける機会が出てきたので、今回チャレンジしていきたいと思います。本当パワープロ、あれですね、私1年ぐらい前リリース当初からやっていたんですが、最初の頃やっぱり SR なかなか引けなかったっていう、引くチャンスとかね、もなかったっていう感じだったんですけど、本当に最近だとね、復帰して1週間で SR 結構また集まり出してます。まあそれはさておき、いきましょう。 SR ガチャ券デイ、これ2回目ですね。過去1回動画でね、 SR ガチャ券たまった、よしやるぞってやつでね、確かその時は左京か右京を引いたはず。まあいいや、行こうデイ、頼むぞ。え、交換終了。あ、これでガチャ券が手に入ったと。でガチャに移動する。で、チケットガチャ来たー。 SR ガチャ券行くぞ。券を使う、デイ、こい、デイ、デイ、デイ、頼むぞー、頼むぞー。まあまずはね、まあ金玉はいいんですよ、金玉はいいんですが、さあこっから何が来る。あやったー、いい彼女キャラがいなかったんだけど、せっちゃん引いた。マジっすか、ありがとうございます。一番嬉しいかもしんない、この SR やったよ。マルビリおじさん SR 引いちゃったよ、せっちゃん引いちゃったよ。ちょっと見ましょう、現状のデッキの状態じゃねえ、デッキじゃねえや、ボックスの状態で、多分 SR 順に並んでるよね、並んでないや、入手順になっちゃった。レアリティ変更で、まずは SR アバちゃんですよね。アバちゃん、これイベントですね、イベントでゲットしたやつで、アオイちゃん、ミコアオイちゃん、これもイベントですね。でこの間の、ガチャでゲットできたニジマサキちゃん、レベル35までなんとか持ってってます。まあ本当はレベル50とかにしたいんですけどね。でこれがその、あれか、ビックリマンコラボで、SR ガチャ券が出て、称号ゲットな。まあちょっとリアクションだって、リアクションあの時あんまり良くなかったんですけど、実際ね、いいベキャラです。いいベキャラじゃない、いいキャラですよ。そして、右京さん。で、左京さんまだね、レベル30なんですけど、そして今回のせっちゃんですよ。これで SR1、2、3、4、5、6、7枚になった。やだーって、いう感じでございました。まあ、SR 券はね、いや、よかったよかった。それと、まあ、現状のオーダーどうなったかっていうところもね、ちょっと現状確認でございます。まあ、まだまだね、もうハードプレイヤーというかね、周りにですね、とんでもない人たちがいっぱい私の周りにいることに気づきまして、まあ、その方たちのね、オーダーとかを見せていただくとね、もう SS がいたりですね、まあ、とんでもないことになっていたんで、こんなの見せるのお恥ずかしいんですが、まあ、頑張ってますよというところの現状報告でございます。スターティングオーダー、ほとんど B か A しかいなかったんですが、まずは、まあ、全員 S にはできました。ただ S3 とかが最高なので、まだまだっていう感じでございます。まあ、S4 以降をちょっと今は目標にやってます。ピッチャーの方。ピッチャーはですね、中継ぎで1人 S が作れたんですけど、あと S が作れない。S の壁。でも今回このせっちゃんが来たことでこれ、S の壁、うん、S の壁か。S の壁破れるぞ、これ全然。いやー、ありがたい。ありがたい。で、オーダーがこんな感じですね。あ、オーダーがじゃないや。ヤシの方戻ってこんな感じですね。いやー、ほんとか。マジか。ありがたいでございます。ということで、今回はですね、現状のマルベリーのパワープロの進捗状況、1週間経ってね、復帰から1週間経ってどうなったか。それと、まあ、まだね、B プラプラなんでね、早く A に上がんなきゃなっていう感じです。多分、控えもね、全員 S にできれば、もう A には行くかなという感じで、まあ、A プラプラを目指しながら、
S、まあ、SS は無理としても S 後半台には乗っけていきたいなと思ってます。そして今回せっちゃんを弾けました。ありがとうございます。ということで今回の動画はここまででございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。